ゆっくりできた。うん、ゆっくりしてました。本当に今さっきまでもう寝てて、そうなのですごいまったりしてます今。うん、アイシャドウ、夜はちゃんと寝れそう、寝れそう。さっきまで寝てたって言っても、うーん、30分以上か、1時間ぐらいしか寝てないので、うん、あ、ね、アーカイブ DMM さんで見れるようになって一応もう見てました。途中ぐらいまで今見てた。あとはアイライン。なので皆さん、昨日見れなかったって方とか、もう一回見たいって方はぜひ見てください。よし、今日は久しぶりに生えたよね。晴れたんですね。そうなん、出てないから分かんないですけど、でもめっちゃ暑くて、さっき寝てた後に目覚めたらすごい暑くて、すぐクーラーつけました。あ、イヤリングつけようかな。最近配信でイヤリングつけるのにハマってる。マジェスティックレゴンのイヤリングですね。
催眠術かかりそう。そう、催眠術かかりそう。ちょ、なんかすごい今日めっちゃまったりしてます。まったりした気持ちで過ごしてます。髪の毛はゴムの癖が残ってる。おふんぬ、そうですね、おふんぬなっちっちゃう。よし、じゃあ昨日のことをまた話していこうかな。あ、そう、なんか映像、昨日のおばあちゃんの映像が私はめっちゃ好きって言ったんですけど、おばあちゃんの一番最初の部分の映像だけ一応持ってて、あの STU48 の一番最初だけ持ってるんですよ。それ載せてもいいですかって聞いたら、いいよって来てたから、今日載せますね、ツイッターに。このやつ STU48 みたいな。なんかね、タワー、ありがとうございます。キャスバルさん、クマタワーありがとうございます。クマ、イエイ、ありがとう。そう、ね、手はね、スタッフさんが、ダンスの先生がすごい考えてくださって、なんかすごいんですよ、ダンスの先生が。なんか動画関係の編集、間の MV をつなげてくださってる映像も作ってくださったり、あとそのオーバーチャーの最初の構成とかも考えてくださったり、あとはステージのセットの、なんかここに鏡台を置くとか、ここに鏡を置くとか、ここにソファーを置くとかもダンスの先生がいっぱい考えてくださって、そう、あとダンスの先生はカメラもめっちゃ趣味らしくて、でカメラで本番中とか写真撮ってくださって、多分それがなんかマネカメパックとかにも、多分マネージャーさんが撮ってくださったやつとか、多分ダンスの先生が撮ってくださったやつとかが入ってたり、ね、めっちゃすごいんですよ、めっちゃ大活躍してくださってありがたいんです。
何でも屋さんみたい。ありがたいです。そう、楽しかったな。トップバッターの役目果たしましたの。ほんまに？そうですね、ほんと次は門脇が11日にソロ公演があって、で次の日12日がチャートリー。うん、なんかチャートリー、あと何日後だ、今日8だから1、2、3、4、4日後、4日後です。超楽しみ楽しみすぎてもうやばいです。お、お城どなたでしょう。水軍スピリットさん、お城、お城、お城肩パッドみたい、お城ありがとうございます。イエイ、ありがとう。みえみえがちょうちゃん本当にアイドルだったって朝配信で言ってたよ。嬉しい。なんか昨日もう夜の4時まで、朝の4時今日が休みだったからハッシュタグつけてくださってるツイートとか、あのソロ公演とか生誕祭のツイートを全部見たんですよ。そう見てて、そしたらなんかところどころあのこのメンバーが見てたみたいなっていう情報が入ってきて、めっちゃそう嬉しかったし、そう LINE とかしてくれたメンバーもいて嬉しかったです。2期生も見てた、みんな。そう、なんか2期生が見てたって書いてあるのが結構多くて嬉しかったし、なんかドキドキしました。もう終わってたけど夜見たから、そう、でも嬉しいです。みんなちょうちゃんのイメージ変わったってびっくりしてた。どういうイメージだったんですか？どういうイメージ？
ちょうちゃんはショールーム、握手会、ステージ全部違う。確かにショールームと握手会はもう本当に違いますね。でもステージも確かに違うかも。そのギャップがいいのよ。嬉しい嬉しいです、ありがとうございます。MC も上手だった。本当になんか本番の前、本番の、あ、昨日の本番の前に一回衣装を着て本番っぽくやってみたんですけど、その時にダンソン先生からなんか踊りとかはもう完璧大丈夫だから、あとは煽りと MC を頑張ってって言われて、なんかその本番前のゲネみたいな感じでやった時は煽りを 4曲煽る曲があるんですけど、4曲中確か3曲ぐらいなんか噛んじゃったり、なんか言うの忘れちゃってたりしてたんですよそう、でも本番は全部完璧にできました、でもさ、昨日大事なところでいっぱい噛んじゃいました。そう、事務所の発表の時とか、そう、なんか今日その DMM のアーカイブ見てて、すごいね、そのカメラ割りとかもすごいパッパッパって変わって、すごいって思ったんですけど、そう、でも定点カメラでも見てみてほしいなって思いました。なんかそうだし、自分も見たいと思いましたそう、あ、コメントの大きさを今まで特大にしてたんですけど大にしましたそう、見えるところがちょっとちっちゃくなっちゃったから特大やめて大にしました。すごい大量のメッセージの送信を取り消しました。通知が来て気になる超取りの LINE にスタッフさんから
あ、でも大量に新着メッセージが来たので送り直されたんだと思う。チャートリも期待していい？チャートリも期待してて、チョウちゃんが言いたかったことは昨日の発表？あん、私言ってたね、確かに。言いたいこといっぱいあるみたいな、報告したいこと、昨日の発表もそのうちの一つです。そう、あとね、嬉しいお知らせがもう一個ある。すごいなんかめっちゃ期待を膨らませて楽しみに していてほしくないんですけど、そんなあれなんですけど、ドハちゃんに嬉しいお知らせ。そう、なんか肌が上がってるみんなの。あ、でも風地方の曲も報告したかったことの一つですね、多分。うん、何話しますか？でも最近は嬉しいことが多くて、皆さんに伝えられる方が多くて嬉しい。フーチホの曲とかソロ公演をお届けできたりとか、うん、あと令和の平和ソング、令和の平和ソング、そう、8月6日に NHK さんの歌番組に STU で6人で出させていただきます。ぜひご覧ください。あと1ヶ月先ぐらいかな。
ちゃん玉動画が上がった。あ、本当に見たいな。 iPad だったから。そう、なんかドライブインライブでちゃん玉のやつがあるんですけど、なんだっけ、あ、そう、昨日やったんですよ。あ、やってる。なんか私なんか入れる気あるんかってぐらいすごいポンポン投げてる。そうこれ、うん、ね、ファンの人がね TDC の時やってたのってこういうのだったんですね。これ STU の公式ツイッターにフーチホがやってるのが、動画が載ってるのでぜひ見てください。これあのね、これあの、そう、山本支配人、山本学さんもこのあとふーちゃんのあとやって、そしたら入ったんですよ、ピンクのところに。そうだからこの動画絶対に載せてくださいって言ったけど載ってなかった入ったらどうなるん？入ったらなんか、なんだったっけ、なんかチェキとかなんかいろいろあった気がする。あ、詳しくはこちらってね、なっとるけん詳しくはそちら見てくださいうん、なんかサイン入りチェキとかそんな感じです。あ、そう、サイン入り T シャツとか。うん、クーラー切ろう。地方コンでメッセカー当てたの懐かしすぎる。え、ほんとだよ、メッセージカードめちゃめちゃ気合い入れて書きました。なんかソロコンのメッセージカードと STU のあの単独コンのメッセージカードとで全部で多分20何枚以上ぐらい結構めっちゃ書いて、でも全部お絵描き書いて、そう、私そういうお絵描きとか好きなんですよね。色使ってお絵描きしていい系のやつだからすごい楽しかった。全部直筆だよね。うん、絵心あるの？うん、でもあるかないかで言ったらあります。あります。
自信がすごい。いや、でも絵心はあります。そう、ゆるい絵が上手です、私は。なんでそんな自信持ってんの？だって上手だもん。自分の絵は好きです。今日は9時まで配信します。めっちゃカープの歌が聞こえる。皆さんには聞こえてなかったかな。そう、多分試合見てるんだと思う。これからソロ公演の時毎回ニッパーさん持っていくの？広島である時は、難しい時もあるのかもしれないけど、基本持っていく、持っていくというか連れていくけど、なんかこれからファンの方に直接見ていただけるようになって、広島以外でできるってなったら無理ですね。そう、遠征はちょっと厳しいですね。ニッパーさんは一生広島から出られない運命。新幹線一席分、本当に本当に新幹線一席分ないと移動できない。し、その新幹線一席用意していただけたとしても、その後の何持って移動するのが本当にねえ大変。でもミニニッパーさんみたいな、めっちゃミニな、こんぐらいの、なんか昨日棚の一番上の段にちょこんって座らせてた、なんかちっちゃい置物があるんですけど、それがすごいニッパーさんに似てて、そう、あの置物は連れていきたいね。そう、インスタにね載せてるので、ぜひ見てみてください。めっちゃ似てるんですよ。お母さんが買ってきてくれた、確か。
ずんぐりむっくりよりニッパーさんの方がでかいんかな。え、全然でかいですよ。ずんぐりむっくり、あれですよね、門脇が持ってるやつですよね。あれも全然大きいけど、あれは頻繁に船で公園ある時に連れて来れるぐらいの大きさだけど、ニッパーさんはもう連れていけない。かわいいですよね、ずんぐりむっくり。そう、ゴゴリバやってた時なんか2、3回見た気がする、船で。生でニッパーさん見たことない。ニッパーさん生で見たことある人おるんかな。なんかでやったっけ。多分いらっしゃらない気がする。ニッパーさん生で見たことある方、なんかであったっけ。ないですね、多分。激レアさんじゃん。そうですよ。本当は広島の握手会 STA のフォースで連れて行こうと思ってたんですけど、昨日の舞台の何割ぐらいが私物だったの。なんかハンガーラック、鏡、ソファー、鏡台、あと棚とか、そういう大きい大道具的なものは準備していただいたんですけど、服とかニッパーさんとか、ソファにかけてあった毛布みたいなのとか、あと棚に入ってた棚の中身も結構準備してくださってたのもあったのと、でも棚の中身は半分ぐらいは、半分以上かな、自分のですね。あとキャリーケース、白い方は自分の、黄色い方はダンスの先生の。そう、よく出てくる、何でもオールマイティーな。そう、でもその白いキャリーケースに服とか小物とか全部入れて持っていきました。あとニッパーさん持って、鏡可愛かったね。鏡可愛かった、兄弟。めっちゃ可愛いんですよ、セットが。本当にセットもめっちゃ可愛いし、動画もすごいめっちゃいい感じだし、本当になんか、だし、なんか不安な要素を取り除いてもうできたので、昨日はすごい。なんか自信を持ってお届けできたので、そう、成長できた気がする。これからね、公演していって皆さんにいっぱい好き、
になってもらえる、なんか愛される公園になったらいいなって思います。そう、16シンパシーって初めて歌ったん？いや、あのね、ソロコンサートの時にやったけど、その1回だけですね。なんかソロコンで1回だけ披露した曲とか結構多くて、めっちゃ、あ、でもオネストマンとか一回しかやったことなかったり、と彼女になれますかはソロコンのセトリには入ってたけど、あのトロッコでやってたから一個も踊ってなくて、そう、踊ってはなかったやつ、もう一個あった気がする。なんだっけ。なんだろう。あの青春のラップタイムとかと、あとパイオニア、マテーノの距離、走るペンギンは一回か二回だけやったことあって、夢は逃げないも初めてで。16シンパシーもなんか A メロ B メロとか歌ったことなくて、でちゃんとやるの初めてでって感じかな。ST の新曲早く聴きたい。うん、本当ですね。9月2日発売ということで、あの、もうあと2ヶ月ぐらいあるんですね。でも確かに発売の前になんかいろいろさ、プロモーションとかあるじゃないですか。だからそういうのがあったらあっという間なのかな。
ベレー帽可愛かったね。そうベレー帽、衣装にね、昨日ベレー帽、私ベレー帽好きなんですよね。だから絶対一個はベレー帽入れたいなと思って。そう、衣装は全部自分でやりました。こういうのみたいな、 T シャツのアレンジも こうお願いしますって言って、そう、本当に嬉しかった、ソロコンの衣装が着れたの。本当に嬉しかった。これからいっぱい着ていく。本当になんか自分一人のもう自分のためにも作ってくださった、もう本当に一着しかない衣装じゃないですか。そう、本当にすごい大切で大好きな衣装です。すごいよね、だってね、なんかさ、なんだろう、無謀の衣装とか、何、暗闇の衣装とか、自分の衣装だけど、でも16着あったりするじゃないですか。でも本当の本当の1着が初めてだから、本当に嬉しい。しかもめっちゃ可愛いんですよ、この衣装。本当に可愛い。なんか今までいろんな衣装を着させていただいてね、だけど私は本当に一番デザインが好き。近くで見たらめっちゃ細かそうだよね。え、すごいんですよ、本当に。もうすごいんですよ、本当にありがたい。展示されてほしい。高すぎるレース使ったんやっけ。そう、え、話したっけ。じゃあすごいよく覚えてくださっている。そう、作ってくださった衣装さんが
そう、ちょっとだけお高かったからちょっとだけ怒られたって言っていらっしゃって、そう、ありがたい。なのでこれからすっごいすっごい大切に着ていきたいと思います。そう、うん、じゃあそろそろお礼をしていきたいと思います。と、20位ドーグラスさん、19位大木奈々さん、18位エリオルマルさん、17位ザッキーさん、16位シュウキチさん、15位ジムジムさん、14位ユージローマルさん、13位キタエさん、12位ヨシマルさん、11位ゾニゾニさん、10位ヨスイエさん、9位おいでませ元気さん、8位竹下氏さん、7位ポリゴンさん、おーびっくりした、ラッキーセブン。6位グリオティーヌさん、5位のぞみ4号さん、4位ゆきさん、3位でんくぐいさん、スイーン、2スイーンスピリットさん、2お城タワーもありがとうございました。そしてそして第1位はキャスマルさん、イエーイイエ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 イ、ありがとうございます。クマのタワーもありがとうございました。感謝の極みです、イエイ、ありがとう。で、皆さんも今日は見に来てくださってありがとうございました。今日インスタ2つ投稿したのと、ツイッターも何か載せるのであ、衣装載せよう、そのソロコンの衣装のやつ、本当は赤チェックのワンピの時とか黒い衣装の時も写真撮りたかったんですけど撮れなかったから、またソロ公演させていただくってなった時に写真撮れたらなと思います。ということで、あ、そう、インスタとツイッターとショールームの、あ、そうだ、オープニングの動画載せるんだ。じゃあ衣装はまた今度にしよう。オープニングの動画は今日は載せますね。そうだそうだ。ということでじゃあ終わります。皆さん今日もありがとうございました。バイバーイ、おやすみ。あ、そうだ、この後七並べします。今日は七並べをしようと思って8時からにしたんですよ。9時から七並べね、いろいろやっていこうと。そう、なんて言ったってベッドタイムだからね。そう、メール送ったり七並べしたりツイートしたりこれからしていきたいと思うので、皆さんぜひよろしくお願いします。皆さん七並べいっぱいしてくださって本当にありがとうございますということで、じゃあ終わります。3、2、1、バイバーイ、ありがとうございました。またねー、イエイ。